菅原誠と白井大輝のせーのうまスタイムマス。昔の言葉で一生懸命バレちゃう。ただ無差別に電話で電話するの。今大丈夫？うん、どうした？長くなる。乾いた風を絡ませ。ありがとう、長谷川君。このくだり絶対やろう。違いましょう。電話出て。じゃあもう次行くよ。楽しみ。うん、もうね10分超えてるから時間って、うん、はかないです。まだね、はい、別々のこと言っちゃった。次行きましょう。よし行こう。じゃあ次ね、またタイトルコール行くから。はい。この写真って言ってもらっていい？わかりました。行くよ。はい、せーの。この写真伊藤かし。素晴らしいね。素晴らしい、素晴らしいね。タイトルからしてやっぱりこの写真見ておかしい。これね、はい、大輝くん以前説明したんですけど、はい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 、来ましたね。やっぱ美容師だから、はい、部屋については語らなきゃいけないですよっていうね、はい、そういう話なんだけどさ、はい、これムービーオンしとかないとね。せっかくだね。うん、すいません、こっちの話間違えてるね。そう、それのね、ルール説明なんですけどね。ルールじゃねえな。うん、いいです。困ることは。いいか。はい。インスタでいいなって思った写真。はい。こう美容師さんが上げてる写真でね。はい、ありますもんね。それを、かわいいっていうコーナー。楽しみ。楽しみでしょ。はい、せっかくムービー回したけどね、はい、もうすぐ開いちゃう。いい、はい、今回はちょっとファーストだったので、はい、僕用意しました。ありがとうございます。いいですか？話が早いです。じゃあちょっと準備して待っててね。はい、今検索。検索から始めるんですか？うん、検索から始める。準備してるの概念がそうですね。準備はそうじゃないね。いくよ。はい、今ちょっとチラッと見たでしょ？見てないですね、絶対。いくよ。はい、せーの、ドン。あー、透明感がすごいですね。え、可愛くない？めちゃくちゃ可愛いです。これ、じゃ、これ何枚かあるから。はい、いくよ。はい、可愛くない？可愛いです。ちゃんと可愛いです。じゃあ、どこが可愛いかちょっと言ってみようか。はい、やっぱりそのハーフのモデルさんを使った透明感のある写真なんですけど、全体的な雰囲気としては、うん、やっぱりその決めすぎないラフさっていうところがやっぱりそのハーフのモデルさんに合ってるなって思って、うん、やっぱり日本人のモデルさんとかもやっぱりそうなんですけど、うん、こういう海外の方だからこそ出せる真面目さ出てるよ。真面目さが出てるよ。髪型なのに帽子かぶってんだこれそうだよ、帽子かぶってんだ。そうだよ、こういうのはスピード感が大事だから、はい、髪型を見せたいのは分かる。帽子かぶってるんですね。これちょっと聞いてみて、はい、これのやっぱり可愛いポイントってどこですか？顔可愛いでしょ。可愛いです。可愛いよね。目の前にいたら緊張しちゃうレベルで可愛いです。可愛いよね。可愛い。おお、次どの角度から見ても可愛い娘だったら心配でしょうがないですね。そうですね、可愛くて。髪型も可愛いよ。可愛い、全然可愛い。顔周りも可愛いよね。もちろん可愛いです。帽子も可愛いね。帽子いくらするんですよね、これも。これ本当だよね、はい、ブランドなんですかね。え、この服も可愛くない？可愛いです。透け感がいやらしくないです、ね、ミカみたいなね。というところでね、はい、これは出すんだけれども、はい、全くこう許可取ってないわけだよねそこをちょっとやっぱり A 型としては心配なところがありますね。
でも非常に可愛かったですよっていうことで紹介させていただきましたね。目はすごく引くので、そうだね、そういうのもすごく重要ですよね。今回の作品はですね、完全に他店の作品、他店の美容師さんの作品なんですけれども、アルバム原宿さんの店長なさってます桑原大輝さんの作品でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ可愛いでしょ、はい、せーの、可愛い。これは息が合ったね、はい、もう通じ合ってたね、はい、これはね、これはもう長年の中ですから、うん、そうだね、長年の中、長年の中って何で言ったの、はい、もうね、いい時間になってきてますんでね、はい、じゃあもう10分ということで最後に流れ惜しいですね、エンディングっていうのも必要じゃん、はい、本当は途中でも入れたいんだけどね、はい、尺の問題があるので、尺の問題がある、尺問題SM SM、 そうそう SM があるとかね、はい、そう本当にリクエストとかをあれしたいんだけど、ちょっとリクエストを取る時間がないし、そうですね、はい、またそういうそんなにこうニーズがないもんだから、だから今回はこっちからリクエストをやっぱ聞きたいわけだすごくいい考えですね、うん、新しい、やっぱ発想ってさ新しいです、ね、なかなか出てこない、新しいことどんどんしていかないとやっぱり見つけられない。さあここでもしもし、はい、今ちょっといい、うん、いいよ、あのさ、うん、最後のエンディングの曲をさちょっとさ、うん、リクエストして、何のエンディング、エンディングの曲、残酷な天使のテーゼわかりました、ありがとうございま す、ということで、はい、いいとこついてきました ね、 そうだね、けど今回のじゃあエンディング、第1回目のエンディングは残酷な天使のテーゼで締めましょう、ね、ありがとうございました、ありがとうございます、これね、最後、ね、最後のやつだけ決めてんだ、はいはい、終わり方、終わり方、俺がさよならって言うから、はい、そしたら大輝がさよなら、はい、で、2人でさよなら、あ、わかりました、いいね、はい、いくよ、せーの、さよなら、さよなら、さよなら。知らない。